親指姫？どうしたの？あ、なんだ、ジャックか。何の用よ？あ、いや、たまたま部屋の前を通りかかったらため息が聞こえてきたから。それだけで？呆れた。あんたって本当にお人よしね。何かあったの？あの二人に言われたんだ。姉様は心配しすぎだってね。あの二人って白雪姫と眠り姫のこと？小さい頃から私が支えてきたから、これからも支えなきゃいけないってそう思ってただけなのに。そっか。どうやらそれも大きなお世話だったみたい。私の独りよがりだったってことね。バカみたいでしょ。そんなことはないと思うけど。ね、私どうしたらいいのかな。え？なんてね、あんたに話しても仕方ないわよね。何もしなくていいんじゃないかな。え？あ、いや、なんていうか、二人とも君のことを嫌ってないと思うんだ。だから無理に頑張らなくても。あんたに何がわかるっていうの？あ、いや、それはそうなんだけど、でもあんたはいいわよね。みんなから頼りにされて、必要とされて、そりゃ私とは違うわよね。そういう意味じゃないよ。あの二人だってきっと君のことを思って。だからどうして私は頼りになんかならないわよ。でもそれでも私だって。そんなことないよ。君はもういいわ、出てって。でもじゃあ私が出てくわよ、このバカクズ。もう知らないんだから。親指姫？それは分かってるはずなのに、私